はい、F スト古着チャンネル K 編集長です。今日はウィス・レイクスハウスというね、もともとジーパンのリペアでオレックスという、大阪の豊崎で、工房をされてた方が、滋賀県の、ね、米原市に、移られて、そちらでジーパンのリペアも、ね、続けておられるみたいなんですけど、カーハードとか、そういうワークウェアの生地を解体した生地で作ったワークキャップを作っておられたりとか、あとなんか多分ジパンも売っておられるのかな。で、あと古着も販売されてるようなんで、それをねちょっと見に行きたいなと思って向かっています。米原市ね、滋賀県の北の方にありまして、でお店からも、琵琶湖が見えたりとか、あと滋賀最高峰の山、伊吹さんが、望めたりとかするみたいなんで、すごい楽しみにしてるんですけど、ちょっとあいにくのね雨模様で、景色がどこまで楽しめるかわからないんですけども、古民家を改造された、改修されて、されてるお店で、すごく楽しみにしています。もともとね、ウォレックスされてた、服部さんという方がされてるんですけど、僕のジ、パンのリペアの師匠で、勝手に師匠と呼んでますけどね、教えていただいて、でジパンのも自分でリペアするようになったんですけど、そんな、師匠のお店に向かっています。服部さんはね僕より2個下で、同じ2個下やとか3つ下やとか、なんかそのぐらいで、同じ滋賀県出身でね、すごく、仲良くさせてもらってます。ちょっとねお会いするのは久しぶりなんで、会うのも楽しみにしてます。では、ウィス・レイクスハウスに行ってきます。ハートのバナーがいるよ。このピンサインはあれですか？オリジナルですか？レプリカです、ね。レプリカですよね、これ。たまたまあったんでちょっと。レプリカも USA 製のやつとかあるじゃないですか。ピンサイン。カハートは知らないんですけど、フィンクスあるんですよ。ああ、そうなんですか。はい。で、それ。そんなとここだわんでいいんですけど、アメリカ製買いました。あ、いや、あのね、だからカーハートで何かするって思った時に、はい、バーナーを、バッて一気に探したんですよ、はい、でも絶対値段上がるって感じたし、もうなくなると思ったから、はい、ちょっと無理して頑張って買ったんですよ。あ、そうなんですね。一気に、今バーナーがだから車にもあるうちに、あ、確かにそういうと思ってた。あともう一個デニムのやつが4つかね。ほんまではネオン、サイン系ね、欲しかったけど、ネオン高いっすよね。手に入らないっすね。ねえ、ね、ハートマークボタンとかもボタンだけで何千円何万円する。唯一結構レアなハートのハートタグ。あ、ほんまや、エプロン、ハートマークエプロン、40ぐらいですか、ね、これ、ね、一応フィフシックス、あ、フィフシックスでもまだハート、50、60の多分移行期ぐらい、なんか50のやつはもうちょっとあのちょっと違うんですよ、なんかハートの形じゃないですか。はいはいはい、なんかちょっとハートの形があれですもんね、とぼけてますもんね、うん、もうちょっとなんかもっとこうね、うん、ちょっと違う、シュッとしたハートじゃないですね、うん、丸に円に近くなってきてる。
にペットのハンドルがあるんですよ。おお、はいはいはい、うん、これを動かしながら刺繍していくんですか。これをこう回してくる。すげえ。で絵描いていったり文字、僕はあんまりやってないんですか。はい、でもまあ構造はシンプルです。こういうあのチェーン刺繍だと、はいはいはい、一本針のね、ちょっと飛んでますね。すげえ。だから帽子も本当にそう、あの時間があったらね、はい、これでここに刺繍入れてイニシャルとか、確かにやってもらえたらいいなと思って、うん、こうやって刺繍入れてたよ昔は。そうですよ、これだから1900、これが多分、ね、予想で1900初頭なんで、おお、フラと一緒ぐらいのミシンですよ。パリスと書いてあるんですけど、フランスの空間にぴったりですね。そうです、珍しいですね、フランスの刺繍たち。こっちユニオンスペシャルか。スペシャルですね。かっこいいっすね。ほんまにふわっと床関係、ほんまあんまよっぽど興味じゃない限り飛ばないんで。はい。そのこういうサイズ感が好きな人もいますよね。うん、今っぽいっちゃい。これでもあの多分今アジャスター緩んでて、はいはい。だから色を選ぶぐらいの感じですよね。っていう、あ、なるほど。あ、ほんまや、うん、へぇ、あのちょっと張り越しのある角生地みたいな。そうですね、コットン地っすね。あのカーハートちょっと仕入れてると紛れてるんで、はい、なるほどなるほど。まあダック以外でも一応カーハートのブランドっていうのを作ってるんで、はいはいはい、まあ、できたらダックのこの通気性とか軽さとか、そうですね、さっきおっしゃってたね、あの色味の良さとか、うん、BB ベースでグレーにしよう、靴はグレーがいいかなと思ってたんですけど、そうしようかな。でも、うん、こういう私のさイメージ的にやっぱネイビー上ちょっと薄いより濃い方か、うん、薄い方いかはやったらもしかしたら一色の方がいいかもしれないですね、うん、じゃあ2色って結構どんなもんで難しいじゃないですか。まあ確かに、うん、確かに。でもせっかく作ってもらうんでないやつにしたいんですよ。なるほど。ネイビーでツバをグレー系の色、うん、どうですかね。いや、これだと全然そうですよね、うん、あ、面白いと思うんですよね。こういう感じにしてもらおうかな、うん、はい。で、62サイズで62サイズ、はい、だったら合うんじゃないね。良さそうな気がする、うん、まあ、これとかもそんなに変わんないですからね。あ、うん、そうですね。ね、イメージはね、それでじゃあお願いします。そうだから、でこっちの色だけをこう、はいはい、こう変えて持ってきます。真鍮色みたいな感じですかね。生地をこっちとこっちに一緒にしてもいいし、ああ、ここも変えれるんですよ。こっち3色もいけると思うんですよ。なるほど。マックスつば裏まで変えるんだったら4色は OK。 お、確かに、うん、それ同額でやってるんで、あ、うん、まあ、まあ、あのあんまり入れすぎるとごちゃごちゃします。裏側はちょっとあの白っぽいやつにしてもらって、あ、いいかもしれない、はい、うん、ここの、はい、裏だけデザートホワイト系の白っぽいのにします。はい、白が合うかもしれないですね、はい、それでチラッとこの辺からこう交差で、そうですね、明るい色はいいかなっていうと、うん、あとここが白くなるんで、それだけ、あ、はい、それで、はい、それでいきます。はい、ウェスレイクスハウス、行ってきました。ちょっとね、後日撮ってますけど今ね、ウェスレイクスハウスオーナーのね、服部さん、もともと大阪で、ウォレックスっていうお店でね、あの運営されてて、あのジーンズリペアのお店をされてたんですけど、それをまあ畳まれて、滋賀県に戻ってこられて、まあもともと滋賀県の方なん で滋賀県戻ってこられてウェスレイクスハウスをまああのオープンされたという形でね、で、ね、今はまあジーンズのリペアも
継続してされるんですけど、カーハートのね、生地を使った、ワークキャップのオーダーを、オーダーで制作されるのを、されています。とても魅力的な、こだわりの詰まったワークキャップでね、ほんまに、ぜひ、それ、こだわりいろいろ聞いていただきたいです。すごく、こだわっておられて、こう、被り心地とかがすごくいいんです。こう、ね、今これ僕、バケットハットかぶってますけど、こう、しっかりこう、密着してて、帽子をかぶってるなって感じなんですけど、その、帽子をかぶってる感じがすごく軽くて、すごくいい、こだわりの詰まったワークキャップになってます。本当に細かいところにこだわられてて、こう横見た時に綺麗に見えるか、正面から綺麗に見えるか、で、日本人の頭に合ってるか、それからサイズもね、いくつも展開されてて、ご本人もまあ、僕に比べるとね、そんなにお顔大きくないんですけど、それでもやっぱり、身長の高い方なんで、なかなか今の流行りのね、こう乗ってるだけちゃうみたいな、ああいうキャップとか合わない、っていう悩みがあったらしくて、まあ僕も同じような悩み持ってるんですけど、それでね、そうした方でも、似合うようなワークキャップを作っておられます。僕もそれ心配だったんですけど、まあね、作りがちっちゃくて合わないんじゃないかなとか思ったんですけど、56センチ、55センチぐらいから62センチとか3センチとか、それぐらいまでね、幅広く、で、どんな方にでも合う、形で作られてますんで、顔の大きい方特に、頭の大きい方特におすすめです。ぜひ行ってみてください。でね、ちょっと、ここから余談ですけど、服部さんはもともと、デニムという、ジーンズブランドでね、すべてリペアされ、一人でリペアされてたんですけど、で、デニムはそうしてね、販売したものを自分の自社で、リペアするっていうことまでされてて、そこにまあ惚れ込んで、デニムで働かれてたんですけど、で、その、ね、リペアの腕僕、日本一だと思ってまして、で、全部、リペアの必要なものはお願いしてるんですけど、で、自分もそういうリペアに興味があってね、すごく、いろいろリペアのことを教えていただいて、僕は師匠と仰いでます。そんなね、服部さんの、素敵なウスレイクスハウスというお店、ぜひ行ってみてください。今回ね、言って、もう、本当に細かいマニアックな洋服の話、ほんまに細かい、もう、T シャツはこうなってないと、なかなか空気が抜けないから、蒸れちゃうとかね、こういう生地がどうのこうのとか、もうお互いいろんな話をね、すごくこだわった話をさせていただいて、昼過ぎに行って、夜7時ぐらいまでずっとそんな話してました。あと、まあ、細かいね、滋賀県の、良さとか本当に細かいところまで二人で深く話せてすごく楽しい有意義な時間でした。また行くのを楽しみにしています。皆さんもウェスレイクスハウスぜひ行ってみてください。ではご視聴ありがとうございました。